平野紫耀、キ金プリ最後のブログ、タイジュリー氏とは別のもう一つの爆弾。ターゲットは自身に言及の同期入所者ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 q n g ド・ブスの平野市二26、岸優太27、神宮寺優太25が5月22日をもってグループから脱退した。平野と神宮寺は同日、ジャニーズ事務所からも退場。主演映画の PR を残す岸は9月30日をもって退場する。そして5月23日からは長瀬二24。 と高橋海人24の2人ユニットとなってキンプリは活動を続ける。22日の22時50分、平野はジャニーズ事務所公式モバイルサイト上秘ナイスウェブ内のブログを更新。この内容が一部で物議を醸している。明日からキー・ g アンドプスじゃなくなると思うとめちゃくちゃ寂しいようなジャニーさんがデビューさせてくれた最後のグループだしねと、死ジャニーさん。 ごめんね。目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない。もし天国であったら怒られるんだろうな、しょう。と、ジャニー北川氏、去年87、に言及したのだ。退場したことで、すでに削除されている平野のこのブログを受け、平野の最後のブログ意味深だな、から平野潮のブログすごい引っかかるわ、ジュリーさん平野潮くんのブログめちゃくちゃ意味深だったな。 ジャニーさんには感謝してるけど、今の社長には感謝してなさそうだったしな、やっぱりジュリーさんに何かあるんだろうなから、といったコメントが寄せられている。資格ジュリー社長への恨み節だけじゃなかった芸能プロ関係者が話す。自らを見出してくれたジャニー氏には感謝を示したものの目標届かなかった。 ただできないと言われたら仕方がないというのは、海外進出を希望していたにもかかわらず、キンプリメンバーを国内での映画ドラマ仕事に注力させていた藤島樹林稽子社長、56、への恨み節のようにも思えてきますよね。平野さんは忖度せずに思ったことを言う人ですし、最後だからなおさらぶちまけたくなったのかもしれません。ただ、この部分だけではないんです。 業界関係者の間では、その後の文章でも、平野さんはある人物を想定して書いたのではないかともっぱらなんです。関係者の間で話題になっているのは次の数踏みだという。他人は他人うちは、うち周りをたくさん巻き込んでてもみんなは自分を一番に考えてください。前での芸能プロ関係者は続ける。 実はこの数フミがカウアン岡本氏26のことを指しているのではないかと言われているんです先導。四角ガーシーとのコラボ配信でカウアン氏が暴露したこと、3月中旬に放送されたイギリス公共放送 BBC のドキュメンタリー番組、そして元ジャニーズ JR。 のカウアン氏が4月12日に日本外国特派員協会で記者会見を開いて被害を告白したことで現在では地上波テレビをはじめ日本の大手メディアでも報じられるようになったジャニー氏の課外問題。2022年11月、カウアン氏は元参議院議員のカーシー容疑者51とコラボ配信を観光。その際、 平野と同期入所だと話し、ジャニー氏の家は JR が20人ほどは入れるほど広いこと、複数のベッドルームがあること、ジャニー氏の家の鍵を今でも持っていることなどを告白。さらに、太しもものマッサージやそれ以上のことをされたこと、平野とジャニー氏と3人でキングサイズのベッドで寝たこともあったと振り返っていた。このカワン氏の発言は、その大きな広がりを見せた。 近く、最後のブログでカウアン氏に逆襲か、カウアン氏は、衆議院の法務委員会に出席し、今後、子供たちが僕のような性被害に遭わないようにするための法律をぜひ国会で作っていただきたいと思っていますと語るなど、再発防止のために自身の身に起きた被害を語っています。 しかし、自らの被害はともかく、平野さんのことを暴露するというのは話が違ってきますよね。ただ、カウアン氏は同期入所の平野さんに思うところがあると言われています。子供同士の直いの出し合いでは、どちらかがやりすぎてしまうこともありますよね。そしてやった方はよく覚えていなくても、やられた方がずっと根に持っているということも少なくない。 平野さんとカウアン氏もそういった関係だったとされ、カウアン氏は平野さんにある種の行き通りを持っていると囁かれています。だからこそ、平野さんのことを暴露したのではないかと言われているんです。そして、カウアン氏の加工暴露に対し、縁回しながら逆襲に出たのが最後のブログだったのではないかと、関係者の間では言われているんです。 前段部分でジャニー氏の名前を出し、意味深にほのめかしているのではないかという見方もあります。平野さんは思っていることを伝えたい人ですから、最後にぶちまけたのではないかと考える関係者は少なくないですね。前での芸能プロ関係者、最後のブロックに平野は様々なメッセージを込めたのだろうか。 近く、和服もよく似合ってる、キンプリ、5人の笑顔が現実すぎる男前浴衣姿。5月20日のゴールデン SP をもって、QNG& ピンする。日本テレビ系はグランドフィナーレを迎えキンプリの夢を叶える5人旅の模様が放送された。